日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちら業務スーパーで買ったターキッシュなターキッシュデライトというものを食べたいと思います。なんか初めて聞きますね。何なんだろうターキッシュデライト。おートルコ原産のお菓子みたいですけど、なんか厳重に入っ警備さ警護っていうか保管スタッフが包まれてますね。そしてどんなものなのか、はい、取ってみるとなんか小さいですけど結構重量感あります。なんかサイコロステーキみたいな見た目ですね。まあそういうお祝い事で食べるお菓子なの。あーではどんな味がするのか早速食べてみたいと思います。いただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。食べるバラの味はいかがかしら。トルコの伝統たっぷり味わってね。あ、すみません、なんか困惑しててぼーっとして返事が遅れました。何なんでしょう。広い粉で見せました。なるほど。独特な食感と味で確かにバラの香りでさっぱりはできるんです。それだけじゃない、なんとも不思議な感覚がある。本当になんて言ったらいいのかわからない、そんな商品。トルコに、トルコと聞くと自分はアイスのイメージが強かったのですが、こういうのもあると知って驚きました。詳細はこの後すぐ。ごちそうさまでした。まず最初に言ってしまうと食感は非常に不思議ですね。なんか わらび餅のようにもちっとしてるんですけど、結構グミっぽいグニャっとした部分もあって、なんかわらび餅とグミを融合させたような食感になっていました。でバラの香り、カラメルが練り込まれていたので、その香りもしますし、結構甘みも強くて美味しかった。歯ごたえが結構あるので、なんか少ない量でも満足したいという方にもいいかもしれない。ただこれ保存できるのかどうかちょっと気になる部分ではあります。しっかり噛む必要があって、バラの香りを楽しむことができたのが美味しかったです。今日食べたターキッシュデライトローズは、ちょっと食感が不思議なのと、バラの香りをしっかり楽しめるのが自分の中では非常に良かったので、5点とさせていただきます。それでは。タゲロウに穴が開いても振り向く。いや、振り向くってどういうことなんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞、終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それでは、さようなら。